渋谷暴動事件は1971年11月14日に東京都渋谷区で発生した革命的共産主義者同盟全国委員会による暴動事件。暴動鎮圧に当たっていた新潟県警の機動隊員1名が火炎瓶の襲撃を受けて殉職した。佐藤内閣はアメリカ側と沖縄返還交渉を進展させ1971年11月、 国会で沖縄返還協定批准の審議が行われていた。これに対し社会党や共産党、中核派など極左暴力集団は米軍が駐留を続けることになっており、沖縄返還は反対と反対運動を起こしていた。11月10日、沖縄で批准阻止のゼネラルストライキが行われ、琉球警察の巡査部長が消失するなど激しい闘争に発展した。 中核派は11月14日、渋谷宮下公園で、11.14、全国総決集、東京大暴動闘争と称する集会を起とし、中核派、全学連委員長が、火炎瓶、鉄パイプはもちろん、爆弾など、あらゆる武器を使い、首都に内乱暴動を巻き起こせ、権力の手先である機動隊は、徹底的に殲滅せよと演説したり、帰還し、前進で、 渋谷に大暴動をと武装放棄を先導した。このため警視庁は佐藤英作首相の訪米阻止闘争以来2年ぶりに最高警備本部を設置、近県からの応援も含め1万2000人の警察官を動員して警戒に当たることになった。東京都公安委員会から百貨店や商店に休業要請が出され5つの百貨店は全店休業を決定。 歩行者天国は中止となり、秋の穏やかな日曜日は、限界体制となった。14日午後2時5分ごろ、中核派は、京王線上北沢駅の上北沢駅前交番、道線線川駅、井の頭線上泉駅を火炎瓶で襲った。渋谷では、宮下公園の集会、デモ申請が不許可となり、大館を構えた、軌道隊員や私服警官らによる、限界体制が取られていたが、 中核派の学生らは、スーツ姿で群衆に紛れ込んでこれを交わし、渋谷駅周辺の喫茶店などに集結、午後3時頃から、突如白ヘルメットをかぶって、機動隊や渋谷駅前発出所を火炎瓶などで襲撃した。渋谷区上山町の神山発出所周辺では、関東管区機動隊新潟中央小隊27人が、警備に当たっていたが、中核派の学生ら約150人が、 一斉に火炎瓶を投げて、これに襲いかかった。襲撃を受けた小隊は火炎瓶の炎を浴びた隊員が転げ回り、その火を同僚が消火器でようやく消し止めるという状態であり、一時後退を余儀なくされた。ガスト発射器を装備した隊員二人が小隊の最後尾に止まり、後退を支援しようとした。うち一人は所持していた三発のガス弾を、 打ち尽くしてから脇道を走って逃れることができたが、もう一人の N 巡査は、殺せ、殺せ、と叫ぶ、中核派に取り囲まれ、鉄パイプで乱打されて失神状態に陥った。中核派はさらに N 巡査にガソリンをかけた上で、投げろ、という号令を合図に、火炎瓶を次々と投擲した。立ち上がった火柱の高さは5メートルにもなったという。 この時の状況を犯人の一人は次のように述べた。あの日、部隊長は鉄砲を持った機動隊員が我々、学生に捕まるや、殺せ、殺せ、と叫び続けた。私はよし殺してやろうと思い、近づくと機動隊員は米屋のシャッターに押し付けられ、数人の学生に鉄パイプで乱打されている最中で間もなく膝が ガクッとしたかと思うと崩れるようにうずくまってしまった。部隊長は、機動隊員を道路中央まで引きずり出し、うつ伏せにした、機動隊員の上に馬乗りになり、さらに、殺せ、殺せ、と叫び、機動隊員の襟をつかみ、肩口から火炎瓶の油を注ぎ始めた。機動隊員の背中はみるみる油漬けになっていく。部隊長の、早く殺せ、との命令で、 自分はついに機動隊員の頭部をめがけて火炎瓶を投げつけた。あっという間もなく機動隊員はひだるまになってしまった。体勢を立て直した隊員らが戻ると N 巡査は真っ黒になってうずくまっていた。顔の識別が難しいほどの全身やけどを負った N 巡査は新潟県から父と兄が駆けつけてきた数時間後の翌15日21時25分。 死亡が確認された。体の一部が炭化するほど激しく損傷していたため、母親には対面させられなかった。現場道路のアスファルトは変色しており、火星の凄まじさを物語っていた。中核派は N 巡査の他にも、新潟県警機動隊員3人に、同様の暴力を繰り返し、全治2週間から、地域間不明の熱傷等の重傷を負わせた。活動家には、 女性も降り、犯行後マスクと軍手を外し、ジーパンを脱ぎ捨て下に履いていたミニスカートで逃走するなど、捜査が及ばないように、あらかじめ周到な準備を行っていた。中核派は、全身で次のように報じた。350の正規軍は、歓声を上げて突撃した。数十発の火炎瓶は鋭い高音を上げて炸裂。パッパッと赤い炎が機動体を包み、 富沢正体は我先に逃げ出した。軌道体が見捨てた神山町交番は数発の火炎瓶で一瞬のうちに炎に包まれ全焼した。軌道体は盾を捨て、炎を背につけたまま先を争うように渋谷方向に逃げようとした。勝負は決まった。正規軍は軌道体に追いつき、再度火炎瓶を集中し、多数を日がるまにした。 ガス銃を振り回し、民家に飛び込んで、逃げようとする機動隊員を、上司型者なく、道路中央に引きずり出し、転倒した、機動隊を正規軍は、赤年の恨みを込めて、泥靴で踏みつぶし十数発の火炎瓶をぶち込んだ。ついにやった。我々の同志を殺し続けてきた権力の番犬を、しかもあの憎むべきガス銃のいてを殲滅したのだ。 粉砕した、機動隊を無慈悲に踏みつけ、唾を吐きかけて、正規軍は、威風堂々と渋谷へ向かった。代々木八幡軍、渋谷へ、突入的一個小隊を火の海に、前進、1971年11月22日。やりきれない思いを抱く、N 巡査の兄は、弔問に訪れた、警察庁長官、後藤田正春に対し、誰が悪かったのでしょう、弟。 虫けらのように扱った学生は許せない。でも、学生の暴徒化は予想できたはず。どこかで折り合いをつけられなかったのかと尋ねた。N 巡査は少子で巡職後、二階級特進死警部補となった。渋谷の商店街は自警団を組織して若い店員が店を警備したが、中核派は自警団をも反革命分子と位置づけ、襲撃対象とした。午後四時十五分頃、 渋谷区道玄坂の喫茶店、ブラジルでは、中核派活動家が、防護用のベニヤ板を剥がし、窓ガラスを、下馬棒で壊した。止めようとした、同店店員を、中核派活動家が、下馬棒で滅多打ちにし、店員は首を4針縫う、大怪我を負った。助けようとした近くの店員2人も、頭などを殴られて、軽傷を負った。ベニヤ板は路上に集められ、 商店主たちの防護策をあざけ笑うかのように火が放たれた。桜川課町の国道246号線では、中核派活動家、約1000人が商店街の防護用のドラム缶や工事現場からベルトコンベヤーを盗み出して、幅15メートルの道路にバリケードを築いた。警察施設12カ所、公共施設2カ所、民家15軒が火炎瓶や投石の被害を受け、 十数名の民間人が負傷した。付近の結婚式場ではキャンセルが相次いだ。商店は85%が休業して753、需要の売り上げが失われ、東急本社は損失金額を30億円と推計した。午後2時20分頃、池袋駅山手線ホームで、中核派学生約100人が竹座を持ち、渋谷方面に向かおうとしたのを、 警視庁機動隊員が見つけ、検問しようとしたところ、到着した山手線の車両内に逃げ込み、弾みでカバンに隠し持っていた火炎瓶が車内の肘掛けに当たって、暴発、乗客5人と中核派4人の計9人が火けをして、重軽傷を負った。負傷した一般乗客に対しては国鉄から見舞金が渡された。仙台では東北大学で車制度解放派による、 火炎瓶闘争があり、5人が逮捕された。横浜では、伊勢崎町の東京発出所が火炎瓶の襲撃を受け、内部を焼いた。読売新聞は1971年11月19日の夕刊記事で、暴動事件の背景を以下のように指摘した。中核派が暴動場所に渋谷を選んだ理由について以下の点を挙げた。また、今回の渋谷暴動事件は、 沖縄返還協定の批准反対が目的ではなく、単に大規模暴動を起こすことが主目的であったに過ぎない。その背景には、大規模暴動を引き起こさなければ、中核派組織を維持できないという事情があった。東京教育大学生、臨時殺人事件の後、中核派幹部が大量検挙され戦術が交代、その感激をついて、 判定学生評議会や格丸派が中核派の組織を分断しながら勢力を伸ばした。極左暴力集団が4分5列した結果、集団全体の闘争力が低下。こうした状況を打開するために他派に先駆けて大規模暴動を起こすことで若者に中核派の行動力に見、そもそも分裂の原因もマルクスレーニン主義、共産主義の解釈、情勢展望、 闘争戦術など最もらしい争点を挙げているが実態は次元の低い人脈的権力闘争であることも少なくない。街頭闘争が盛んな時は内下場が減り少なくなれば内下場が増えるのは街頭闘争と内下場を組織維持の手段としているためであるとした。警視庁は渋谷地区で309人を現行犯逮捕したが NK 部補の小殺事件については、公安部に特別捜査本部を設置し、捜査を進め、42人を検挙した。1971年12月24日、中核派本線のリーダーを割り出し、中核派高等反戦のリーダーら男5人を、狂気準備集合、公務執行妨害、障害、放火の疑いで逮捕。1972年1月19日、 中核派中部反戦活動家の女ら男女3人を狂気準備集合、放火、障害などの疑いで逮捕。1972年2月2日、中核派群馬軍団の高崎経済大学4年国、深山幸男ら男女学生7人を狂気準備集合、障害、放火などの疑いで逮捕。奥深山らのグループが群馬軍団として襲撃の先頭に立っていて、 NK 部補殺害にも関与していたとみられた。1972年2月21日、奥、深山幸浦3名を NK 部補殺害の疑いで再逮捕。星野文明と大阪正明を殺人の疑いで全国に指名手配。警視庁公安部の捜査や容疑者の供述から、星野が軍団の葬式者であることが分かった。11月14日。 中核派活動家150人は国連中野駅ホームに集合、星野が軍団の編成をした。星野は新宿駅などで機動隊を殲滅せよとアジ演説をして、代々木八幡駅で下車し、星野、大阪、奥美山、少年二人が先頭に立って神山派出所を襲撃した。逃げ遅れた NK 部補を星野らが鉄パイプや竹竿で滅多打ちにし、 頭などにガソリンをかけ、火炎瓶を投げつけたという。1972年3月18日朝、群馬県庁前で、群馬工業高等専門学校2年生を障害、放火、狂気準備集合などの容疑で逮捕。4月6日、17歳の少年を殺人の疑いで再逮捕。1975年8月6日午後0時30分、頃、 大分県吉木筑市な田のなた海水浴場に止めてあった、車を覗き込んでいる不審な男を巡回中の、吉木筑署員が見つけ職務質問したところ、持っていた紙袋の中から、新品の女性下着2点が見つかり、吉木筑市内の代行ストアで万引きしたことを認めた、ため逮捕した。氏名は黙秘したため、大分県警が指紋を調べて、元高崎経済大学生、星野文明と分かった。 NK 部補の殺害については、大阪正明、星野文明、荒川博也、奥、深山幸寄ら中核派の学生7人を犯人と特定し、大阪を除く6名を1975年8月までに起訴した。暴動を煽り破壊活動防止法違反で起訴された元中核派、全学連委員長の裁判は最高裁まで争われ、先導罪は、 言論表現活動のすべてを処罰するのではなく、政治目的の特定の重大犯罪の先導を、社会的危険な行為として限定的に処罰する、ものだから、言論、表現の自由を保障する憲法に違反しないと、先導罪を合憲とし、懲役3年執行猶予5年が確定した。奥深山は1979年の一審で、懲役15年の判決を受け、 東京高裁へ拘訴中の1981年に精神疾患のため後半停止になった。2017年2月7日、奥宮山は入院先の群馬県内の病院で死亡した。1987年7月、最高裁第二小法廷は、星野と荒川の上告を棄却、星野を無期懲役、荒川を懲役13年と下に新判決の刑が確定した。 徳島刑務所で服役中の星野は冤罪を主張し、再審請求を行っていたが、2019年5月30日に、収容先の東日本成人共生医療センターで死亡した。事件は大阪の家族に多大な影響を及ぼした。姉は退職を余儀なくされ、婚約も破談になった。事件が起こるまで大阪が活動家となっていたことを知らなかった父親は、 大阪を感動した上で実家にあった大阪の私物をすべて焼却し家も引き払った東京に何かやるんじゃなかったと後悔の言葉を口にしていた父親は事件の数年後に死去した1973年11月以降大阪の消息は途絶えていたが共犯者である奥宮山が公判中であるため刑事訴訟法第254条第2項により 控訴事項が停止した。2010年、殺人罪の控訴事項が撤廃され、捜査は継続された。2012年3月、警視庁公安部が、東京都立川市の中核派秘密アジトへ、家宅捜索で押収した暗号文書を解読した結果、大阪は、中核派革命軍のメンバーであり、2012年2月まで、別の秘密アジトに潜伏していたことや群馬県内の、 病院で治療を受けていたことが報道された。2016年1月には大阪が2007年から2008年夏頃まで東京都北区の賃貸マンションにある中核派の飛行前アジトに潜伏していた可能性があることが分かった。2016年11月1日から捜査特別報奨金対象事件となり大阪の逮捕につながる情報に300万円の懸賞金がかけられた。 2017年5月18日、大阪府警が兵庫県内のホテルに偽名で宿泊した事件の関係先として、広島県の広島市浅南区の中核ハージトを捜索した際、公務執行妨害で現行犯逮捕された男が6月7日、親族との DNA 型称号で大阪本人と特定され、殺人罪などで再逮捕された。捜査員が中核ハージトに踏み込んだ際、 大阪は呆然と立ち尽くしていたという。その後、水溶性の書類を浴槽で溶かそうとして捜査員に体当たりし、逮捕された。また、アジトからは、警視総監や警察庁長官経験者、警察庁の局長や課長ら100人程度の使用携帯電話番号や自宅固定電話番号が、中核派は組織ぐるみで大阪の闘争を手助けしていたとみられ、 警視庁が2012年3月に東京都立川市の中核派アジトを捜索した際に逃走し、大阪が潜伏するための複数のアジトに1カ所あたり20万円を支給し、さらに逃走支援者に1人あたり年間250から300万円を支給、年間総額は3000万円程度とみられる。2017年6月28日、東京地検は大阪を殺人。 現住建造物放火の罪で起訴した。弁護士は容疑者は100%無実として釈放を求めたが、警視庁公安部が逮捕後に共犯者や目撃者ら全国の100人以上の関係者に対して改めて言った聴取では、大阪の逮捕容疑を否定する供述はなかったという。裁判員制度で審理される最古の事件と目される一方、 東京地検は裁判員に危害が及ぶ恐れがあるとして裁判員裁判の除外を請求した。2017年12月8日、警視庁公安部は中核ハージトに潜伏していた大阪ら二人を逮捕した事件の関係先として東京都江戸川区の同派拠点、前進者と大阪市、広島市、福岡市などに所在する死者など、警護箇所を一斉捜索した。大阪の逮捕時に、 中核派アジトで同居していた中核派活動家は指名手配犯の大阪をかくまった犯人像特罪で逮捕、起訴され大阪公裁は懲役1年2ヶ月の実刑判決を言い渡した。野村紀守は大阪が46年間も逃亡を続けられた理由を次のように指摘している。他人の身分証を借りたり偽造したりして身元を隠し潜伏し続ける。 中核派を b の中には、医者や企業経営者などになって成功した人間もいて、逃亡の資金援助をする。組織というより、個人的なつながりで金を集めるので、大物であるほど集まりやすい。大阪の潜伏先の家賃の振り込みに使われていた銀行口座が、利用目的などを偽って2016年6から7月頃に、開設されていたとして、2020年1月に、 広島県山形郡秋太田町の町議会議員と中核派活動家2人が詐欺容疑で広島地方検察庁に書類送検されたが3月11日に不起訴処分となった。広島県の町議らは知人男性に福島の子供を支援したい福島県の子供を支援するための場所が必要と偽ってマンションの契約や関連する銀行口座の開設を依頼していたという。 大阪正明が再逮捕された2017年6月7日、朝日新聞は、警察官の襟元に、油、大阪容疑者関与か、渋谷暴動、共済逮捕と見出しをつけ、捜査関係者によると、逮捕された女性の活動家が、事件直後、大阪容疑者が被害者の巡査の襟元に油を、注ぎ込むのを見たと供述したというと報じた。これに対し、大阪の弁護団は、 朝日新聞社の報道と人権委員会に申し立てを行った。PRC は記事は捜査段階での権威報道として一定の相当性が認められるとしつつも捜査当局の見立てを確定的な事実であるかのように報じ読者に誤った印象を与える恐れがあったとして逮捕、起訴された被告側の主張も掲載するよう求める見解をまとめた。殉職した。 警察官の慰霊費 N k 部補が残殺された渋谷区の現場には N k 部補の慰霊費が設置されている。新潟県警察の警察官が年2回現場付近のマンホールの蓋を慰霊費代わりにお参りしているのを警視庁渋谷所勤務の警察官が聞き及び、これでは N k 部補が浮かばれないと慰霊費の設置場所を探して奔走。警視庁内で百数十万円の寄付金を集め、 2000年、慰霊碑混流に至った。現場は当時と様変わりしたが、現在も近隣の住民や、非番の警察官が、慰霊碑の前で手を合わせたり、花を手向ける姿が見られる。2016年11月14日と2017年6月29日には、警視庁の沖田吉木警視総監らが喧嘩に訪れた。混流当初、慰霊碑はビルの谷間の目立たない場所に置かれていたが、 隣接地の工事に伴い2019年3月20日、一時的に渋谷署に保管され、翌2020年には誰の目にも触れやすいビルの前の道路脇に移設された。新潟県警察学校3階には渋谷暴動事件ありがとうございます。